大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ21回目となりました。ヤングマニアックリーグ戦、本日も3試合やっていきましょうか。今見ていただいているのがランキング表示ですね。ハーリーレースがトップ強いですね。さあ行きましょう。まず第1試合は音量対ジムスティールですね。音量が6点、ジムスティールも6点ですよね。ちょっとだけ確認させてくださいね。はい、ということで第1試合からやっていきましょう。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画、はい、チャンネルはファイプロワールドに、WMW ワールドマニアックレスラーズという架空の団体を立ち上げて、でそこに実在するもしくは実在したレスラーを150名ほど、今挙げています。でそれを戦わせて、まあ、実況して遊んでいるという動画ですね。実況したりしなかったりでもですけどね。エディットポイントを180で統一するという、まあ、あのファイプロをやってない人には何のこっちゃというルールなんですけども、それで統一性を持たせて、3スクリーンになるように、誰が勝つかわからない、勝負はやってみないとわからないという状態になるようにこうできるだけやっています。でそれで、今回は17名のレスラーを参加させたヤングマニアックリーグというのを行っています。1回の動画で3試合、それを1日2回ほど上げて、まあ、都合合計1日6試合、見ていただけるようにやってます。全部で136試合やっていますのでね。まだまだこれが何試合目やろ。21回目で多分61試合、まあちょっとずつ、進んでいますけどね。でルールの方は20分1本勝負のリーグ戦、2点方式ですやってますので、各レスラーが16試合やります。ですので全勝した場合16試合かける2点で、32点が、全勝した時ですよね。多分、今全勝しているのはハーリーレイスだけのような気がしますね。ここまで誰も負けてないような気がしますね。ハーリーレイスはね、誰にもですね。さあそれがどうなるかということですね。今戦っているのが音量、白い、マスクじゃないな、色を塗ってるのが音量ですね。ペイントレスラーですね。で今持ち上げたのが、ジムスティール。これは何度かお話してますけども、後にバーチャファイターのウルフ、バーチャファイターという格闘ゲームの、キャラクターであったウルフと全く同じキャラクターとしてプロレスラーになって出てたウルフの元の姿ですね。技はまああんま変わらなかったんじゃないですかね。ウルフの試合もそんなに僕失礼、見たことがないような気がするんですけどね。まあ完全にあのジュニアヘビーとヘビー級で、体格差はあるんですが、まあ、残念ながらこの、ファイプロでは体格差はないことはないか、身長の差によってこう技の決まり具合とか、あるんですけども、返し技の確率とかですよね、があるんですけども、この WMW の団体では、残念ながらジュニアとヘビーの垣根はもうなくしてます。全員ヘビー級という扱いにしています。まあそれはもうめんどくさいっていうかね、なんかあのジュニアだろうがなんだろうが戦ってしまえば一緒だろうと。現にジュニアの、クラスだけどもヘビー級にたくさん勝ってるレスラーもいますからね、この WMW のリーグでね。まあ、ファイプロの話ですけど、ということであんまりまあ気にせず、その辺はみんな一緒と。だからジュニアヘビーのベルトがないんですよね。ということです。で最近その話を全然してませんでしたが、この一応リーグ戦を勝ったら、この WMW に存在するベルトに挑戦できるという、まあ、一応ストーリーがあるんですね。まあ長いストーリーなのでちょっとどうなるかは分かりません。まだだいぶ先のことになるでしょうね。5月に入るんやな、ゴールデンウィークどうしようかなと未だに思いながらですけどね。
まあ、なぜゴールデンウィークにこだわるというかどうしようかという話になるのは、この動画をご覧いただいている方はご理解いただいていると思いますが、今こうやって実況して喋っているのは自宅の、狭い自宅です。で、同居人の嫁がいまして、で嫁が、この実況していることを知りません。内緒でやっております。YouTube に動画を上げているということを話したことがあるんですけどね、実況をしているというのは嫁さんは知りませんということなので、嫁さんが休み、嫁さんが仕事が休みで家にいる間は実況ができないということが生まれます。なので、実況なしが上がっているときは大体そういうことだということが分かるんですね。例えば、祝日なんかは忘れてるとそういうことが起きます。たまにゴールデンウィークの間休みがいっぱいで嫁さんがずっと家にいると動画を録画してあげることはできるけども実況ができないということなんですよね。まあ、その間のためにそれまでに取りだめするかということになるんですけどね。まあ、その辺はまた、まあ、完全に運営である私の問題なのでどうないか考えます。さあ言ってるところでターボドロップ、ジムスティールの必殺技が出ました。音量をこれを食らうとちょっときついですが、どうだ、ちょっとリングの下の方でカウントに入るまでに時間がかかったのでカウントが2という状況ですが、これは実は意外とダメージがあるかもしれません。ただタイガードライバーもこれはダメージが多分あるきつい技ですよね。さあ試合時間は11分を超えていますので、折り返し点は超えていますが、もうだいぶお互いの体力はあとはもう3カウントを奪われるだけ、奪うだけ奪われるだけの状態になっているはず。さあターボドロップ2発目が決まりましたがカウント2ですね。この場所だとちょっとね、上からレフェリーが移動するまでに時間かかる。おお、ツイスタープレスでしたっけね。さあこちらもカバーに行きますが、これもブレイクですね。音量は、丸め込みの技を持っていますが、必殺技は音量クラッチですね。うつ伏せになってるところからススッとサイレントクラッチでしたっけ、名前ファイプロの中ではね、だったような気がするんですが、さあこの場所ではまだお互いどうなるかわからない。ちょっと動くかな、これで。さあロープに走ってラリアット、依然まだでもリングの下の方で戦ってます。さあ丸め込みますが、これはブレイク。音量としてはこう丸め込みの技をと思ってたんですが、タイガードライバーが今日はどうだ、あーカウント2、まだ下の方だからでしょうね。これは基本パラメーターが音量そんなに高くないんでしょうね、あのタイガードライバーに関連するパラメーターが。なのでダメージは、高いんですが、さあターボドロップも連発。あー、受け身のうまい音量が受け身を受け損なったというところでしょうか。いやー、音量がここで、足踏みというか、まあまあまあね、あの軽量の音量ってややこしいですね。ジュニアヘビーの音量が、まあ、ジムスティールにこう投げ捨てられたというか、捨てられたじゃないな、軽かったから、どんどん投げれたという感じでしょうかね。試合時間14分23秒、ターボドロップでの KO でジムスティールが音量から、音量をノックアウトしたっていう表現であってますね、という試合でした。ジムスティールがこれで、じわりと上がりましたね。はい、ではいきましょう。じゃあ2試合目、試合評価は 88% でしたね。では次の試合は出ました、井上正雄ですね。現在2点と低迷はしておりますが、十分こう見せ場のある試合をしてますね。それとバートガンですね、井上正雄対バートガン、バートガンはあのマイク・バートンですね。バートガンが4点、井上正雄が2点、ハーフパンツの方がバートガンです。で、ロングタイツで黄色のベルトをしているのが井上正雄ですね。井上正雄としては、必殺技がアルゼンチンバックブリーカーですが、なかなかこれでギブアップは取れないですね、アルゼンチンバックブリーカーでは。ここまで勝った試合もありますが、どんなフィニッシュでしたっけね、ギブアップを奪ったような気はするんですけど、逆エビ固めだったような、違いましたっけ、
その辺全く覚えてないで、これも体的にはやっぱり井上雅夫が、張り手をしたらああいうジェスチャーをするという設定ですね。これでもよく見るとちょっと分かりづらいかもしれませんけど、井上雅夫の顔の色と体の色がちょっと違うな。これねたまにあるんですよ。体の色はね統一してくれるんですよ、エディットしてるときに。ただね顔色とね合わせてくれないって言ったら、まあ、自分がやらないといけないんですけども。さあ出たり入ったりを繰り返してます。さあ井上雅夫が、顔面かきむしりからのエルボーという、これは得意技ですよね。このね顔面かきむしりの、まあ、B というジャンルというか技の名前になるんですけどね、これは本当にファイプロ革命だと僕は思いますね。この話は何度かしてると思いますけども、普段、あの顔面かきむしりは普通は倒れるんですよね、相手がね。でもあれを B っていう技が、顔面かきむしりと目つぶしと、トーキック、その辺かな。だその辺を組み合わせると相手を、一つの技でフラフラにした状態にしてすぐ距離が近いで打撃の技が入れれると。で、あのね、あのまたもう関係ない話しますよ、いつもの通り。この間金本浩二を再現したんですね。まあまあこれで大体できたろうと、再現してテストマッチもやって、まあ自分の納得できる内容にはなったんですね。で次に誰に取り掛かろうと思ったんですよ。でリクエストをいただいているレストランもいるので、そっちに取り掛かりたかったんですけども、どうしてもねなんかねちょっと違うなっていうか、それが違う、リクエストが違うなじゃないですよ、僕の中でどうしても作りたくなったのが、ターザン後藤だったんですね。でターザン後藤をね、再現し始めたんですけども、まあ、大仁田も一緒なんですけども、あのノータッチヘッドバットっていうのがありますよね。立った状態から頭をぐんとこう押し込んでいく、あの技はかっこいいですよね。で僕はあの技はすごく優秀だと思ってるんですよ。もちろんその再現するっていう意味ではあれを使うレスラーじゃないといけないですけど、まあ、ターザン後藤はあれをやってもおかしくないじゃないですか。大仁田もそうですけどね。であの技を先ほどから喋ってるかきむしり B、 これですよね、今出たかきむしり B だとかトーキック B だとかと組み合わせて、ガツンと頭を振っていくわけですね。であのノータッチヘッドバットってダメージがどれぐらいあるかは僕ちゃんと見てません、数字では見てませんが、技の出が早い、のとあと流血判定がある可能性ですけどね、この2つはねすごい大きいような気がするんですよね。例えば、金本浩二を再現するときに、顔面の張り手っていうのが、打撃技であるんですよね。そのまま立った状態で出せる、組んでじゃなくてね。でもモーションがやっぱりちょっと大きくてなかなか当たらないんですよね。よっしゃ担ぐぞ、担ぎましたね。それに比べるとノータッチヘッドバットあのヘッドバットは、当たりやすいし流血にもなるし、で序盤はダメージ与えれて、で終盤になればそれで倒すことができると。あの技はすごい優秀だとは思うんですけど、それでいてこうなんていうんですか、ハイキックとかってこうやるレスラーが限られてきますけど、ヘッドバットだったらまあこのレスラーがやってもおかしくないだろうっていう、ラフな試合展開をするレスラーであればと思ったりするんですけど、ただ難しいのはバランスですよね。結局何でもかんでもじゃああの技が便利だって言ってみんなが使い出すとあんまり面白くないですよね。というわけで、まあ近々ターザン後藤が再現された暁には、大仁田敦との、電流爆破マッチ、もしくは、タッグを組むか、タッグを組んで天竜と足の腹っていう試合もありますよね、を、まあ、いつか再現したいと思いますので、まあ、それまでお楽しみにというお話でございました。さあ試合の方に集中していきましょう。バートガンが頑張って攻めてますが、意外と井上雅夫もついていってますよね。いやーちょっとでも呼吸が苦しくなってきた。さあ打撃合戦、
エルボーと胸張り手で、いきますが、これはバートガンがドロップキックで打ち勝ちます。そしてコーナーポストに登ってどうする、あ、フライングショルダータックル、ダイビングショルダータックルですかね。さあ井上正雄ちょっと防戦一方となるのか、このままバートガンが押し切るのか。試合時間は間もなく12分。これは厳しいぞ。キャメルクラッチ、いや明らかに井上正雄のなんか首だけ顔だけファンデーションを塗ったみたいになってますね。首から下が白いっていう逆の方です。逆ですよね。普通は顔が白くならないといけないです。さあ井上正は腰にダメージを与え始めました。さあこれは構えてオリアラリアットか。さあオリアラリアットでつなぎます。ただちょっと今のでスタミナが切れた。さあなんとかボムからのカバー、どうだか。これはああこれはアルゼンチンで返しますね。ただこれでギブアップが取れないと井上正人としてはちょっと苦しい。さあ腰にダメージを、ああしかしスタミナ切れ。これはちょっとバートガンに一方的にやられるかもしれない。バックを取られてバックドロップ、これはきついぞ。さあ井上正人もこれはバンジキュースなのか。さあ組んでバック、あ今度井上正人がバックドロップ、いいですね。しかしスタミナ切れ。さあこの辺からがお互い自分との戦いと言いますかね。さあカッターを放っていったバートガンはどうする。バートガンもフィニッシュがどんなんがあったっけな。今回この時いっぱい再現したんで、もうどういうフィニッシュをするか。あーこれはきつい。ただカバーにはこれいかないですよね。そうなんですよね。あれはカバーそのままできないので、逆エビ固めでもやろうとしたのかな。さあ今トーキックが入りましたけど、バートガンは倒れませんでしたからね。ちょっとこれはダメージが低すぎる状態。いや井上バートガンにかわされた。これは痛いぞ。かわされたが井上正雄ガッツポーズをして気合を入れ直して逆エビ固めですが、ブレイクな、あブレイクじゃない、ギブアップにならないですね。そして試合時間は、16分が経過しました。さあロープに振ってラリアットから逆片エビ固め、ギブアップはまだ大丈夫。さあこれはお互いもう切り札を出すしかないのか。さあバックドロップで投げて井上正なんか急に元気になりましたね。バックドロップからのカバーどうだ。わあカウント 2.9。 井上正もうちょっとか。井上正が押してきたのか。さあカッターからのカバー、試合時間17分。うー 2.9。 さあ残り試合時間が3分を切ってます。さあもうここまで来たら技を出した方が勝ち、いやブレイクになる。さあバートガンとしてはこれもバック取りたかったけども、バックドロップに行こうとしたのがかわされたようですね。バートガンとしてはゴールデンレフトで締めるという、おおこれがあったか、チェアーズイリュージョン。これでどうだ、残り試合時間が2分。これで決まれば、だがこれで決まらない。決まらなければどうする井上正雄。さあバックは取れない。バートガンも組んでこれは持ち上げて落とす、落とすところまで OK。 さあどうする、ここからカバーに行かれると井上正雄はきついので返す。これは空気を読んでますね。井上正雄はもしかするとこれはもう時間切り引き分けを狙っているのか。さあ残り1分、倒したところで井上正雄、これはラストチャンスか。これはレフェリーの動きに注目。レフェリー和田恭平は反則をカウントしない。残り30秒。さあ井上正雄何か手があるのか。これはどうだ、逆エビ固め、ギブアップしない。そしてブレイク、残り10秒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 が終わった。いやー井上正雄はチェアーズイリュージョンに最後かけたっていうところですかね。この引き分けになると両方とも、寝たままというのがいいですね。起き上がれないという、ショックなんでしょうかね。試合時間20分、時間切れ引き分けということになりましたね。試合評価は 99%。 いやーバートガン、あそうか、まあ、でもバートガンここまでかけて勝ててないですからね。なんて言うんでしょう、あのお互いフィニッシュへの、こう、道というかが、
となかったような状態なんですかね。まあまあね、はい、というわけでぐだぐだ言ってもしょうがないんで3試合目いきましょう。では3試合目、ザック・セイバージュニアと、ダグ・ファーナーズですね。最初ちょっと、初戦そのちょっとぐらいは苦しんでたザック・セイバージュニアですが、ここにして実力を発揮しだした。ただまあ今ねハーリーレースが14点ですから、それには半分しか取れてないという状態ですね。であとダグ・ファーナスも4点、ちょっと苦しいですね。では参りましょう。はい、さあ、ザック・セイバージュニアはイギリスの国旗のタイツというかショートタイツを履いた。で青いショートタイツがダグ・ファーナスですね。まあまあこの動画を見るということはそんなに説明はいらないのかな、最近そう思ったりする。この間なんていうんですか、木村健吾さんがこの動画を見たんじゃないかっていう話があって、その後の続きがあって、金村金太郎も見たんじゃないかっていうのと、もう一つ言うと、藤波辰巳さんも見たんじゃないか、ドラゴン藤波がこの動画を見てたらちょっと笑いますよね。多分今日じゃないな、昨日か、まあわからない、ちょっと最近、いつ動画を上げてるかよくわからなくて、収録と上げる日がもうバラバラになってるんで、スーパーストロングマシンの5番勝負で4番目に、藤波辰巳さんと当てたんですよね。まあなかなか、もうご覧になられた方もおられるかもしれませんけど、なかなかいい試合でね、藤波辰巳さんも、いざという時はこうしっかりした動きができるって言ったら何か面白かったですね。ちなみに宣伝となりますが、第5戦、5番勝負の、スーパーストロングマシンの第5戦、しょっぱい5番勝負ですいませんは、最後はアントニオ猪木とのシングルです。試合は見たことないけど、試合自体は多分やってますよね。スーパーストロングマシン軍団としてアントニオ猪木の首を狙うっていうストーリーが多分あったはずですから、その時に多分やってるんでしょうね。中身はもちろん平田さんですけどね。まあ、次の5番勝負はブルノ・サンマルチノさんでやろうかなと今思ってます。まだちょっとどうなるかわからないですけどね。いやーしかしね、この動画も、動画というかこの間ね、全然話変わりますけど、一応言ったためなブログをやってるんですよ。あんまりその関連性がないので紐付けはほとんどしてませんが、ブログをやってまして、でそのブログで、そのブログの方にはたまに、この YouTube で動画上げたらこうなったとかっていう話を書いたりするんですね。たまにネタがまあないからみたいなもん。でそれを書いて、たまに見てくれる人もいるんですけども、それから、来てコメントくださった方がいるんですよ。そっちから来ましたっていう方がね、一人だけですよ、そんな人がね。もうほとんどいないんですけどね。どんだけ人気ないんだっていう感じでしょうけど。で、その方がねコメントを残してくださったんですけど、動画に本当にファイプロワールドの動画ばっかりでびっくりしましたっていう話になって、でああそうかっていう話になって、でまあ当然僕もね、男の子ですからっていう言い方はいいんですけど、ゲームはするんで、このファイプロワールド以外のゲームもたまにするんですけども、そのゲームのことはこの動画には一切上げてないんですよ。でそれはもうね、最初に決めたことなんですよ。そうやろうと決めた。でたまにはやっぱり思いますよ、他のゲームをやって、動画で上げようかなと思ったりするんですけども、もうここはもう僕はファイプロ戦略として間違ってるのかもしれないですけどね。まあそんなことする人もあんまり少ないかなと思ったりして、じゃあ誰もやってないことをやってないわけことないとやってみようかなと思ってたんです。ファイプロだけで今多分ねこれで400はもう超えていると思います。このチャンネルの動画数が頑張って500ぐらいは行きたいですね。
いやいや、もっと行きますけどね、ずっとやっていくつもりなんで。ただやっぱりそうなると、新しいレスラーを再現してデビューさせるっていうことをやらないといけないっていうわけじゃないですかね。あとはもうあれですよね、カードだけですけども試合を再現するっていうことですね。先ほど言ったターザン後藤を再現したら大仁田と組んで、天竜アシュラハの龍玄鵬と WAR で、やった試合を再現するとかね、そういうのもやると。でこの間ねちょっと思ったのがね、もうちょっと古い話ですけど、オールトゲギャザーありますよね。昔やったこの WMW のリングでも実現させた、プロレス夢のオールスター戦、あれの現代版ですよね、言ったらね。あれを再現しようかなと、してみようかな。で全ての試合はさすがにまあ無理でしょうけど、メイン1回目のメインやったか、杉浦と塩崎、あの2人を再現したらいけるぐらいの多分試合があったと思うんですよね。剣僧とか、あと小橋、武藤、その辺は多分いるんでね、その辺はもう多分じゃなくいるんでね、そう考えたらそんなこともできるかなというのはちょっと思ったりします。どうなんですかね、僕はもうこのチャンネルはファイプロ以外のことは上げるつもりはないです。まあそれに対してね、他の動画上げてほしいって言われても、それはもうさすがに運営主の自分が考えてることなので変えるつもりはないということでやらせてもらってますので、またよろしくお願いしますということですね。ただ一個だけ、ね、困ってるのは、あまりにも動画数が多くなりすぎると多分探すのとか見るのは大変だろうなと思ったりはします。それはちょっと悩みますね。まあそんなこと言ってる間に試合の方に集中していきましょうか。途中和田恭平さんが衝突して流血という場面もありましたが、あ、腕ゴロゴロが見れましたね、久しぶりに。しかし腕ゴロゴロなのに足に行くザック・セイバージュニア、サービス精神多すぎる。さあこれでザック・セイバージュニアが勝てば9点ですので、まあ十分まだ追いつける可能性はあるということになりますね。これはちょっとダグファーナス腕が完全に伸びてかなり苦しい状態。さあアームバーに入って完全に腕をロックオン。ダグファーナスとしてはなんとか逃げたい、そしてフランケンシュターナーも出してるんですが、それでなかなか決まらない。さあ場外戦に活路を見出すか。さあダグファーナス場外でと思いましたが、これは逆に返される。さあザック・セイバージュニアも、お、場外で腕を伸ばしていく。場外でギブアップすることはありませんが、いやーこれはフランケンシュタインに行こうとしたところパワーボムで返されましたね。これは場外戦でなんとか優位に立ちたかったダグファーナスですが、あ、これはでも帰ってジャーマンで放り投げましたが、寝技関節技に入れない。脇固めとかに今行こうとしたんですかね、ダグファーナスはね。さあダグファーナスカウンターのフランケンシュタイナーからのカバー、どうだ。ザック・セイバージュニアこれで返せるのか。おお、カウント 2.9。 ザック・セイバージュニアとしたらこれはもう勝利は目の前というところですから、この勝ちは逃したくない。さあどうする。さあドラゴンスープレックスが決まった、どうだ。これで決まってるぞ。いやーカウント 2.9。 ダグファーナスまだ粘るが、この腕を取られた。今のは誘いミスだったのか。ザック・セイバージュニア激勝。今のはうまい返しでしたよね。バックを、まあ、取らせたとは言いませんけども、バックを取ったところからそれを一気に、ひねり上げて腕を取って、これひねり上げでいいですよね。うなり上げ違いますよね。ひねり上げでいいですね。アームロック、試合時間16分23秒で、ザック・セイバージュニアがダグ・ファーナスからギブアップを奪った試合でした。いやー、ザック・セイバージュニア、漂白、危ないとこでしたけどね、でもね、白漂、どっちでしたっけ、薄い氷と書いて、白漂か、漂白はおかしいな、漂白って綺麗にする方ですね。まあいいや、こういうとこね、皆さん突っ込まないようにお願いします。試合評価は 92% でした。ということで、今回も3試合終わりました。ランキング表はほぼ関係がないですね。ただ、ザック・セイバージュニアが9点で、スルスルと上がってきましたね。はい、
というわけで、あとはこんな感じですかね。井上正雄が、引き分けでしたので1点獲得して3点、まあそれでもまだ最下位という状況ですけどね。はい、というわけで21回目こんな感じで終わりました。あ、30分過ぎた、終わろう。というわけでまた次回22回目のカードをこの後僕が喋った後に出しておきますので、よかったらお付き合いください。あと、よかったらチャンネル登録をお願いします。本当に3日に1人ぐらいしか増えてないですが、じわじわ増えていってるので。ただね、チャンネル登録者って減ることもありますからね、それが怖いんですよね。まあ、わざわざチャンネル登録をやめる意味もあまりないような気もしますが、チャンネル登録が増えることでモチベーションがぐっと上がりますので、よかったらお願いします。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回22回目でお会いしましょう。ではまた。